ご視聴ありがとうございます。さて、2021年一番最初に紹介するのはこれだ。たらー、はい、なんと CCP のウルトラマンレオです。はい、ウルトラマンレオですね。以前に動画でご紹介してるんですけどね、ちょっと見てください。ここ貼ってますね、なんか紙がね。はい、限定って書いてますよ。ご注意、パッケージ画像は実際の商品と異なります。はい、どう違うんでしょうか。開けてみましょう。はい、出てきますよ。はい、はい、たらーん、すごい、ウルトラマンレオのアドベントバージョン、レオ全身発光ですよこれ。はい、これね、伊藤洋華堂さんのネット通販ウェブ限定の商品です。まるでね、ガラス細工でできてるようなね、ウルトラマンレオです。すごく綺麗ですね、このウルトラマンレオね。おそらくですよ、2019年に開催されましたつぶらやワンダーフェスティバルでね、限定販売されてたものと同一商品だと思います。はい、足の部分もね、もう向こうが透けて見えてますよ。綺麗ですよ本当に。ただね、靴の部分は靴の部分でね、ちょっとこう色が濃くなってて微妙に違いますね。ボディの部分ですね、どうですか。もちろんですね、カラータイマーの部分もね、クリアパーツですけどね、もうそれ以上にね、ボディがもう向こうが透けて見えてますね。いや、なんかいいな、綺麗だな。顔の部分もね、ピッカピカで綺麗ですよ本当に。うわー、すごいわこれ、かっこいい、むちゃくちゃかっこいいですよ本当に。ということでね、2021年、一番最初の、開封レビューは CCP ウルトラマンレオアドベントバージョンのレオ全身発光、伊藤洋華堂ネット通販ウェブ限定数量限定商品でした。本年もよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、バイバイ。